日本芸術院賞は、日本芸術院がその会員以外のものに授与する賞の一つ。卓越した芸術作品を作成したもの、または芸術の進歩に貢献したものに対して授与される。戦前は帝国芸術院賞といった、日本芸術院会員からの推薦者の中から委員会を経て選考される。昭和16年度にあたる1942年の第一回から、 第二次世界大戦の末期と直後を除いて、毎年授与されている。昭和24年度にあたる1950年からは、受賞者が増えたことから、以後は、毎年の受賞者の中でも特に選ばれた者に対して、恩師賞を授与するようになった。恩師賞と共に、皇室の貸金で賄われており、受賞者には、賞状、賞杯、賞金が贈呈される。受賞式は、天皇、 皇后の行構稽を仰ぎ、毎年6月に挙行される。日本芸術院賞を受けると、その多くの者は後日、日本芸術院会員に押される。ただし、日本芸術院会員は、就寝制で定員120と定められているため、日本芸術院賞受賞者全員が会員になれるとは限らない。異界一覧中、恩は恩師賞、名跡は受賞時のもの。名の後には、 それぞれの専門分野、または日本芸術印象受賞の根拠となった作品や理由を添えた、日本画洋画調査工芸書建築小説、戯曲史家評論、翻訳能楽歌舞伎文楽法学洋学部踊,踊演劇。ありがとうございます。